今日はいい天気ですね。今日ね、サンクレメンテのピア、今日はね、僕の生涯のマジックボード、ラウンドノーズフィッシュ、出ましたね、96。もうこれ無敵の板です。やっぱり西にこれを乗らしたらね、もう右に出るものはいないと言われている。もうラウンドノーズフィッシュって言ったらね、メイヒムの ね代表作、ラウンドノーズフィッシュ96って、メイヒムがあのシェーパーとして駆け出しの頃、ハイパフォーマンスフィッシュボードとしてシェイプしたんですよね。でそれをね、アンディ・アイアンだったりクリス・ワードだったりコーリー・ロペスって元ね CT サーファーが乗って、もう30年近くね、そろそろなるんじゃないかな、ね、発売から。もうほんとサーフボードの歴史に残る名作、ハイパフォーマンスなサーフィンができるフィッシュボードって今までなかったんだよね。ほんとね、あのハイパフォーマンスボードってシェイプするの難しいんですよ。シェイパーズ・オブ・イヤー2年連続、2023年2024年連続でね、 WSL のねシェイパーズランキング2位以下をぶっちぎりで取りましたけど、取った板ってドライバー 3.0 じゃないですか。ハイパフォーマンスボードの世界一のシェイパーが作るフィッシュボード、これがラウンドノーズフィッシュ96です。これもね、1年以上軽く乗ってるんですよ。こういうところディンプルなね、へこみとかないから、すごい丈夫なんですよね。日本、カリフォルニア、フィリピンだなんだってね、いろんなところにコスタリカも持ってってるしね。今日はロッソのボードショーツとこのロングスリーブフード付きのタッパーがあるんで、これでいきますか。じゃあ日本ではかなりブームになって、皆さんね、同じこのタイプのやつ作り始めて、このサイバーウェットスーツさんのところで作ってるんですけど、工場稼働が間に合わないぐらい。あのウェットスーツ屋さんってね、あの本当冬が一番忙しいじゃないですか、フルスーツ作るから。今ね、あの夏もめちゃくちゃ忙しいって言ってました。これすごい売れてるらしくて、すごい便利なんで。いいっすね。で、どうしたの？ちょっとじゃあ俺もスプリングで行こうかな。昨日ね、実は海入った時にちょっとね、寒いなと思ったんですよ。ウェットが戻ってきたということで。カリフォルニアの人たちって車で着替えないんですよね。そうそう、海で着替えんだよ ね。そう、ちょっとじゃあカリフォルニアスタイルで、はい、サンクレメンテの人はあの海で着替える人多いよね。砂もさ、粒が大きくて足につかないじゃん、白くて。なんかうまいやつがいっぱいいますね。これ学校のコーチみたいなのやってますね。そんなところにおじさん入ってっていいのでしょうか。まあとりあえずちょっと行ってみましょう。これ宮下です。宮下最高っすよね。この上レストランがあるんだよね。では行ってきますよ。はい、なんかカップの人たちが3人いて、引っ殺されそうなんだけど。危ないですね。西がですね、サンクレメンテピアのノースサイド、北側のポイントですね。ピアの海向かって右側のポイントなんですね。こんな感じでちょこちょこ混んでる感じですよね。この日はね、前の日からね、風が吹いてたんで、ちょっとまだね、波が整ってない感じで、ショートライドしかできないような波なんですけど、これはね、スピードに乗ってね、ワンアクション決めることができました。見てもらうと分かるんですけど、ブレイクが早いんですよ。波の切れ目を見つけてうまくこう滑る感じで、ワンアクション、良ければツーアクションできるような感じの波ですよね。ただね、波はね、掘れてプラス、力もあるんですよ。バックウォッシュ、潮が上げてきてるんで、バックウォッシュが結構かかるんですよね。それにね、うまくね、あの素早く反応してサーフィンしないといけないんですけどね、プラグシップビルドなんで粘り出てて、ちょっとしたね、波のね変化、ビーチブレイクって変化がすごくね激しいじゃないですか。一本一本結構ね波が違うんでね、そういった波に素早く対応でしてるのが見ていただけたと思います。上がってきました。フィンはね MR ツインフィンプラス1つけてます。お疲れ様でした。投げはちっちゃかったけどね、あのショアブレイクのバックウォッシュと木波とでね、結構ね掘れるんですよ。何回もファーリングしました刺さりました今日はね、ラウンドノーズフィッシュ96のブラックシップ、ストックボードがね、そろそろまた日本の方に入ってくるんで、皆さんね、楽しみにしてください。この YouTube で公開する頃には同時に多分発売できると思うんで、はい、楽しみにしてください。はい、西がですね、小走りに海に入っていきました。今回はですね、ベトナム製作られているロストサーフボードのエポキシボード専門の工場ですね。プレセボのサーフボードなんかも作ってるところなんですけれども、世界で一番クオリティが安定しているというね、工場で作られているボードなんですよ。西のやつはね、スウェーのねカスタムオーダーしたボードなんですけれども、ラウンドノーズフィッシュ96、まあ同じモデル同じ素材なんで、あのライディング見ていただいてますけれども、このねブラックシープビル
ルドって本当に生き生きとして乗れるボードなんで、見てもらうと分かるんですけど、あの波がボコ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 してるじゃないですか。あとね、人がいろんなところにいてね、避けなきゃいけなかったり、あの早く上に行きたかったんですけどね、ちょっとレイトヒットになってますよね。このボコボコしてるとこね、こうやって人を避けながらこううまくターンして、ボードが柔らかいから面がこうガタガタしてるところでも一つの弧を描いてターンができるんですよ。だからサーフィンがね、少し綺麗に見えるんですよね。ガタガタした波でもスムースにレールが入って、しなりと粘りですよね、粘りが出てサーフィンにターンが粘ってくれるので、ビューンとねドライブしたり、こうクイックにスラッシュしたりカットバックしたり、もう上にねノーズをピュッて上げたかったらヒュッとこうね上げるとね、すぐに反応してくれる。まあボードが軽いじゃないですか。軽いボードって反応がいいので、あのしなりとね、そのボードの軽さで自由自在に滑れる感じがしますね。これはね、誰だか分かりますか？ディノ・アンディーノです。知らない方はねいると思うんですけれどもね、コロヘ・アンディーノのお父さんですね。彼はね元ねワールドツアーサーファーで、アメリカ国内のツアーなんかのチャンピオンにもなってるね選手なんですよ。それでね、僕とね昔からね仲いいんですけれども、どのボード乗ってんのなんつってね、おブラックシップビルドだかなんて話をね海の中でねしてたんですけど、結構ねディノね太っちゃって体がね丸いんですけれども、上手ですよね。やっぱね元ねツアー選手だけあって、ボードはねこれねザ・リッパーです。ザ・リッパーのなんかこれと似てますよね。これが持ってるようなちょっとピンク色のボトムカラーが入ったボードなんですけれども、はい、西もねこれね波のねダラダラのところをねビュン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 走ってってスピードついてるじゃないですか。これちょっとね遊びでねノーズにね足を乗っけてねノーズライディングみたいなことしてますけど、波ほんとねこれ大きくないですよ、ちっちゃいですよこれほんと。それでねこのフラットセクションとかねこれスル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 滑っていけるんで、もうあなんていうんですか、ほんとね上にヒュッてこうリップしたい時に安定してますよね。あとそのスピードとスプレー、スピードとスプレーがやっぱりこのボードねすごいので、ブラックシップビルドって独特な本当乗り味で、柔らかく伸びるようなターンができるのと、こういうねスピードをつけたい時にボードを踏み込んであげるとどんどんねスピードが出ます。ほんと速いボードなんで、動きも速いですけど、あの走る速度も速いですね。いい波ではないですけどね、乗ってますよね。ほんと波のポケットでこうああいう風にスプレーを出しながらサーフィンできるので、本当にね生き生きとしてるようなボードですね。もう生きてるみたいに自由自在に動くんで、こんだけクイックにね動くボードって、西井もね今までいろんなロストのエポキシのボード乗ってきましたけれども、ブラックシープビルドがダントツに調子いいですね。海から上がってきました、ブラックシープビルド。次にですねトリアックスカーボンが貼ってあるので本当に丈夫です。このボードね僕1年以上乗ってますけど全然壊れないので、どこのね外国に行く時もね、もちろん国内でもねずっと乗ってるボードです。